もともと2014年15年にミンスク合意というのがあって、うん、東部 の、 あの自治権付与ということを決めていたのに、うん、ウクライナはそれ全くやらずに NATO 加盟の方に突っ走ったということが背景にあって、うん、このままこの戦乱というのものが例えば部分的にしろ核兵器の使用に発展するとか、うん、あるいは NATO 軍が参入して第三次世界大戦的なことになれば、うん、これはもう世界経済の大崩壊に近いことが起こる、まあ、その懸念は現時点でゼロではないんですけれども、うん、現実的に考えるとやはりこのミンスク合意のところに戻って、まあ、ロシアもそれがあの勝ち取れれば引くというふうに思いますので、うん、比較的早期に停戦合意にたどり着けるのではないかというふうに私は見ております。ニュースオペレーターのスタートです。